一生懸命の土地は、中世日本において、各々の在地領主が本願とした土地であり、命をかけて最後まで守り抜く覚悟を持った土地を言う。その土地の地名を名字として名乗ることが多い。また一生懸命の語源でもある。古代末期頃、在地の不合層の中から自分で土地を開墾し、その土地に何らかの権利を有する開発領主と呼ばれる、階層が出現した。 開発領主のうち、国史などとして下校してきた軍事貴族と関係を結び、武装して初期の武士となる者も,も現れた。こうした武士は特に関東に多く、先祖から受け継いだ土地を自身の命より大切に考え、子孫に伝えようとする傾向が強く見られた。やがて中世後期になると、武士たちは戦国、大名など領主層の家臣団として組み込まれていき、 領地会国替えが行われることも珍しくなくなった。しかし、先祖代々継承してきた土地に強い執着があった武士の一部は主君の領地替えに随従せずに武士身分を捨て浪人となり、その土地に農民として土着して残るものも出た。特に有力な土着の浪人たちに対しては、近世領主たちは名字や盾脇を許可するなど武士に近い一定の特権を認めて、昭や 名主などの村方三役に任じることが多かった。こうして一所懸命の土地に対する権利を継承していったのである。ありがとうございます。